皆さんこんにちは、こんばんは。レトロゲームゆっくり実況、始まるよ。本日プレイするレトロゲームは、ゲームボーイで発売された名作、カエルのために金はなるをプレイしていきます。パッケージの主人公が美化されすぎな件について、昔、大変仲の良い二つの国に、二人の王子様がおりました。一人はちゃっかり物のカスタード王国の王子様、もう一人は慌てんぼうのサブレ王国の王子様。二人は小さな頃から何をやってもライバルでした。これはそんな二人の王子様の冒険の物語です。はい、それでは頑張ってください、霊夢王子。いや、顔で敬読み切れてますよ。この辺で諦めたらどうだい、霊夢王子。なんだと、今のは少し油断しただけだ。リチャード王子、さあもう一度勝負だ。ふふ、いいとも。さあ来たまえ、霊夢王子。行くぞー。バトルはステータスを加味して自動で行われる。ちょ、私の攻撃効かないんだけど。霊夢王子の力はヨロヨロですね。ここはカスタード王国のフェンシング道場。ただいま練習試合の真っ最中。はい、綺麗に突進をかわされましたよ。試合を行っているのはこの国の王子リチャードと、お隣のサブレ王国の霊夢王子の二人。この二人の王子は幼馴染みで永遠のライバルでした。同い年でルックス、スタイル、おつむの程度もほとんど同じ。でも武術だけはリチャードになぜか勝てない霊夢でした。はっ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 は、また僕の勝ちだ。これで成績は僕の56勝0敗だな。逆にめげない根性褒めてあげて、君はいつになったら僕に勝てるようになるんだい。リチャード様、大変でございます。我が国と友好関係にあるミルフィーユ王国が、突如現れた謎の軍団、ゲロニアンに襲われて、占領されてしまったということです。何？ミルフィーユ王国といえば、絶世の美女と噂の高い、ティラミス姫が治められておられる平和な島国。それで姫は、ティラミス姫はどうなされたのだ？じい、船だ。港に船を用意せい。そして我が兵士どもに戦いの支度をさせるのだ。は、そう思いまして準備はすでにできております。なんてできたじいなんでしょう。あれ？私の進化はどこに？どうやら霊夢王子はぼっちできたようだ。これでも私王子様なんですよね。国の要人をほったらかしにしすぎでしょ。仕方ないわ。ここはリチャードの船に一緒に乗せてもらいます。おーい。おっと霊夢、君がついてくる必要はない。姫は僕がお助けする。君はその間に、剣術の腕でも磨いておきたまえ。ははははは。ちょっとじい、あいつにどんな教育してんのよ。じいに当たらないでください。仕方ないわ。港にあった船に乗せても、おーい。おい、勝手に俺の船に乗り込んでくるたどういうこった。私は急いでおるのだ。船の代金を受け取れ。いや、最初から900万がぶっ飛んでいったわよ。ははははは、私はサブレ王国王子、霊夢でサブレ。愛しの姫のためならば、金に糸目をつけはせぬ。はい、金を持たせちゃダメなタイプの王子ですね。金に物を言わせた金持ち王子霊夢。リチャード王子に先を越されず、悪の軍団ゲロニアンから、ティラミス姫を無事助け出すことができるのか。さあ物語の始まり。もう登場キャラに癖がありすぎでしょ。抜け駆けリチャードを追いかけて、やってきましたミルフィーユ王国。着いたところはシーミズ港。迎えに出たのは年寄り一人。随分と寂しい歓迎ね。この国はゲロニアンの侵攻でそれどころじゃないんだろう。おー、霊夢王子様だ。噂通り立派な王子様だ。ほんと、このお方ならゲロニアンなんて一頃ね。きっとこの国に平和を取り戻してくださるに違いない。わっはっはっは、そうであろう。私に任せておけば安心であるぞ。やっぱりリチャード様のおっしゃった通りだな。は？リチャードが何と言っていたのだ。はあ、今度ここへ来る王子は、おだてに乗りやすい、単純なやつだ、と。なにぃ。いや、でかい。いや、それ聞いてからかった町人に衝撃だよ。お母さん、霊夢王子様だよ。ほらお母さん、僕の言った通りでしょ。霊夢王子様はきっと来てくれると思ったんだ僕。なんていい子なんでしょこの子。霊夢王子にもファンがいたんだな。どうやらゲロニアン退治の応援に、プレゼントをくれるようだ。まさかのワイン、意外とませたお子様だった。うおー。私は今猛烈に感動しておるぞ。久々に聞いたな巨人の星。ワインの霊と言ってはなんだが、これを受け取るがよい。霊夢王子、それきっと民の税金ですよ。あれー、このような大金いただくわけには参りません。構わぬ、私にとっては橋た金だ。霊夢王子、自国で暴動が起きないか心配した方が良いかも。ふむふむ、ここをまっすぐ北に行けばエクレア宮殿にたどり着けるのね。ゲロリアンのボスはデラーリンという化け物で、春までは眠っているそうだ、と。冬眠でもしているのかしら。
さあいよいよ霊夢王子の冒険の始まりだ。リチャードには負け越しているけど、私も戦闘には自信があるわ。あの連敗でどうして？この先の宮殿に用があるのだ。どうせ、ふん、通りたければ俺を倒して行くんだな。手打ちにいたアース。たかが兵卒が私と戦おうなんて甘すぎ。いやこいつダメージ通らないんだけど。あまりに弱すぎる場合、攻撃はノーダメージになってしまいます。いやいやここで終わりなの私の冒険。霊夢王子は健闘虚しく倒れた。だが君の力はこんなものではないはずだ。たんだ霊夢。おっさん、セリフネタの時代を感じるよ。さて、ミルフィーユ王国のあちこちには、セイントストーンという3種類の不思議な石が隠されており、手にした者のステータスをアップしてくれるぞ。新しく手に入れたこの聖堂の剣なら、ゲロニアンの兵にもダメージを与えられそうね。さあリベンジといこうじゃない。今度はちゃんと攻撃が効いているな。この HP 差なら問題なく勝てそうだ。こら、待てー、そこに直れー。結構執念深いな霊夢王子。あいつ、この国のマップを置け。ちょ、この地震、でかいわよ。ゲロニアンたちが進行してきたタイミングでこの地震か。偶然だとしてもタイミングが悪すぎるな。どうやら収まったみたいね。地震でどんな被害が出ているかわからない。早く宮殿に向かおう。城の中まで素通りだったんですけど、この宮殿のどこかに姫とリチャードがいるはずだ。ゲロニアンのバカ野郎、もう頼まねえよ。男の話ではすでにリチャードは城から離れ、城下町に向かったそうだ。では私も城下町へ行った方が良さそうだな。しかしゲロニアンが架け橋を外して通れない。さて困った。実は王子は金槌でした。こうなったら何としても橋を架けるしかないようだ。この城のどこかにあるというスイッチを探しましょう。いや一体敵を倒すだけでギリギリなんですが、城の中にもセイントストーンは隠されているぞ。くせ者だー。出会え出会え。なんで時代劇風なのこいつら。このライフでこの数を相手にするのはちょっときついかしら。セイントストーンのステータス上昇を侮ってはいけない。たった一つ入手するだけで状況を打開することもできたりできなかったり。いやどっちだよ。ごぼ、しまったー。私は泳げなかったのだー。はい絶望。エクレア宮殿には凶悪なトラップが仕掛けられており、ワンミスで命を落とすこともしばしばだ。どうしてそんなトラップ作ったのティラミス姫。横スクロール画面ではジャンプもでき、上を向いて飛ぶとかなりの高さまで飛べるぞ。さあ架け橋のスイッチの番人とバトルだ。こいつかなり強い。ボス級の敵の強さは進行度のギリギリに設定してあるので、強化アイテムを取り逃していると倒せない。シビアな難易度になっているぞ。さあここにリチャードはいるのかしら。ひそひそ。そいつがよ、ゲロニアンにしか架けらんねえはずの橋をさ。あいつだ、みんな隠れろ。あれ、村人たちは何を話してたのかしら。なんだこのカエル、やけになれなれしいぞ。リチャードの姿はどこにも見えないわね。おっとごめんよ。こら、無礼者。私のお金がなくなってるんですけど。いや100万も取られたら気づきましょうよ。あの盗人はここに入ったみたいだけど、何も見えぬぞ。誰か明かりを持てー。ふ、飛んで火にいるゲロニアン。さあ、皆さん、やっちゃってください。よせ、そ、この、う、ゲボ、まだまだ、ボコ、グエ、う、お前らちょっとは手加減したらどうなの。どうやら町の人たちは、ヌスッとジャムの話で勘違いして、霊夢王子を襲ったようだ。ジャムのやつ、お金を持ったまま逃げたようね。奴が向かったババロアさんには、デラーリンを倒す方法を知っているという、伝説の魔女マンドラが住んでいるとか。リチャードたちはすでに向かったというし、我々も急いで後を追いましょう。ババロアさんの入り口は、強敵お化けの木が塞いでいるぞ。お願いだから素直に切られて、奴も伐採されないように必死だな。ババロアさんは迷路になっており、縦札の道順通りに進むんだ。いや迷いの森よりも道順が多いんだけど。幸せの木、果実一口で君も幸せ気分。これはなかなかうまそうだな。一口食べてみるとするか。いや食べちゃうんかい。なんだか、頭が、クラクラして、きたぞ。幸せの果実とは、幸せ気分でいろいろ麻痺してしまう果実みたいだな。それただのやべえ食べ物じゃないの。はっ。はい顔でかい。意識が戻るとそこにいたのはライバルの姿。ゲー。はい、いやそうな顔しない。リチャードではないか。はっ。君がここでもたついている間に、姫は僕がお助けしたよ。これでティラミス姫は僕のものさ。よし帰りましょう。少しは張り合おうよ。はっ。いやーリチャード王子さん今日もいい笑いしますね。しゃげー。なんだこの鳴き声は。どうやら今のは幸せの果実が見せた幻のようだ。そうかこのハゲワシ君が助けて。いや殴りかかってくるんかい。あ、もしかして倒れて食べ頃に思ったんじゃ。どんだけ危険な国なのミルフィーユ王国。
おのれ、逃げるとは卑怯なり。ハゲワシはあの家に入っていたようですね。どうしてあのデザインの家を作ろうと思ったのよ。ほう、ほっほっほ。我こそは、偉大なる魔女。まあ、アンドラー、ま、まさかさっきのハゲワシの正体が、いや普通にもう一人いるんかい。我が館に断りもなく入ってきたのは誰じゃ。おや、どうしたんじゃお若いの。血相を変えて、まあよい、このマンドラ様に何の用じゃ。ひょっとしてお主もデラーリンを倒す方法を聞きに来たのかな。何、リチャードもここへ来たのか。さあね、それは、秘密じゃ。もうハッタをしてやりたい。どうやらリチャードたちは、無事に城下町に戻っているようだな。え、ちょっと待って、デラーリン退治の薬だと。お主もこの薬が欲しいかの。今ならサービス期間中につき。ただ。もう息災ですね。にしといてやるぞい。ほら、ここで飲んでいくがよい。何やらうさんくさい薬だ。それにただというのも怪しい。まあ飲むんですけどね。飲んでやるわ。ごっくん、爽やかな喉越し。はい、ビールみたいな感想ありがとう。薬が効いたのか。霊夢王子の体力がみるみる回復していくな。さあお行きなされー、戦いの大海原へ。おう、行ってくるぞ。わあ、はっはっはっは。どうやらうまくいったようじゃな。ほっほっほ。いやバルタンみたいな笑い方なんかい。さあ薬を飲んでテンションが上がった霊夢王子、偶然にも泥棒のジャムを見つけてしまいました。奴には城下町で罠にはめられた借りがあるわね。ここで奪われた100万クリを返して、人のお金を井戸に投げないでください。泥棒のジャムを追って、井戸に飛び込んだ霊夢王子。いやその足場は反則でしょ。随分と広い井戸だな。わあ、しまった、溺れる、死ぬう。父上、母上、先立つ不幸をお許しください。金槌霊夢にとって水は天敵、自身の終わりを悟った王子だが、どういうわけか息が苦しくない。なんじゃこりゃー。か、カエル。私の体がカエルになっておる。そういえばさっき飲んだ薬に、カエルの顔がついてたような。まずは出口を探してみましょう。カエルになった王子はジャンプ力がかなりアップしている。こんな急な段差もカエルのジャンプならひとっ飛びだ。カエルになったおかげで助かったけど、これどうやったら元に戻るのかしら。霊夢王子、とうとう君もカエルになってしまったんだね。なんだ、私はカエルなどに知り合いはおらぬぞ。ん、その話し方、もしや、そうだよ。君のライバル、リチャードさ、霊夢、僕の無様な姿を笑ってくれ。まあ私もカエルになっちゃってるし、カエル姿も可愛らしいと思いますよ王子。この街でやたらと後ろについてきたカエルは、リチャードが危険を知らせてくれようとしていたのね。おお、リチャード、それほどまでに私のことを。それにしてもニックキはマンドラ、よくも我々をこんな姿に。許せ、大魔人みたいだな。どうやらゲロニアンはなぜかカエルには甘いそうだ。この姿なら宮殿の中も調べたい放題なのね。果たしてマンドラは、それを見越してカエルになる薬を飲ませたのか。さあ宮殿の中はリチャードと別れて探索だ。人間だと通れない場所も、カエルの特性なら進めてしまうのね。いや動くブロックってマリオかい。まあ横スクロールアクションの定番ですから、カエルのジャンプ力をもってすれば、案外あの配管工よりもサクサクと進めるかもしれません。しかもカエルの能力はそれだけではない。ミルフィーユ王国には数多くの巨大な虫が存在するが、なんとこのカエル状態なら、美味しく食べることができます。これが食物連鎖。自分サイズの虫食べるとか怖いよ。ただカエルには戦闘能力がないので、虫以外には無力だ。こいつらデラーリン様の姿を見たら驚くぜ。何せカエルを食べることが何より大好きっていう、恐ろしい蛇だからな。キャッハッハ。デラーリンの正体が蛇。もし、それが本当なら、我々は、デラーリンの、餌？いやいやグロい話になってきましたよ。まあカエルではどうあっても蛇には勝てなさそうだからな。さて、この宮殿には便利な宝がある。どこでもドア？いやいやワープドアですよ。これを使えば一気に入り口まで戻ることができるぞ。わ、なんだ霊夢、脅かすなよ。ところでどうだい、姫の手がかりは見つかったかい。いやリチャードが入り口から動いていなかった件について話しましょう。デラーリンの正体が蛇だと伝えた霊夢王子、もう一度マンドラに会うためにババロアさんに向かいます。ゲコゲロロゲコゲコゲ。霊夢王子は騙されて怒っている。ほっほ、お主のその格好、なかなかにおうとるわい。ゲココゲロゲイロゲロ。なになに、元に戻せじゃと。なんじゃせっかく便利な体にしてやったのに。この王国の西にあるスプリングヒル、そこにある春を告げるベルを鳴らせば、みんな人間に戻ることができるのね。じゃが、もしどうしても今すぐ戻せというならば、わしの作ったもう一つの薬を飲むことじゃ。ただし、今度はただではやれん。そうじゃな、大負けに負けて。
100万168クリにしといてやるわ。なにそれは今、私が持っている全財産ではないか。くそー、なんて悪どい商売を。これで霊夢王子も一文なしですね。まさか168クリまで取られるとは。これが元に戻る薬の最後の一つじゃ。よかったのー、一人だけ元に戻れて、ほっほっほ、マンドラは温泉に行くと言い残し、その場を去っていった。まずは人間に戻ってスプリングヒルを目指しましょう。このカエルの体にも愛着が湧いたけど、このままではゲロリアンの兵に勝てないわ。いや元に戻れないんかい。マンドラのやつ、一度ならず二度までも、許せ。マンドラたちは温泉に向かったようだ。今ならまだ追いつけるかもな。カエルの圧倒的戦闘力、この生物こそ食物連鎖の頂点。カエル楽しんでるじゃないか。はいすみません調子乗ってました。なんでヘビさんが街の前にいるのよ。カエルではヘビには勝てないわ。どうにか裏口。お前ロックオンが早すぎんだろ。なんだ、そのよだれは、まさか私を食べようってんじゃ。ここはもう逃げる言った。結局逃げられないんかい。さあヘビと戦闘になってしまった霊夢王子。戦闘力のないカエルは毒蛇の毒にやられてしまいました。あ、気が疲れましたね。大丈夫ですか？あなたは？もう心配はいりません。何も覚えてないでしょうけど、あなたは毒蛇に噛まれて倒れておられたのですよ。では、あなたが私を助けてくださったのですね。申し遅れました。私はサブレ王国の王子霊夢です。あなたのようなお美しい方に助けていただけるとは。嫌ですわ、王子様。本当です。もしよろしければ、あなたのお名前をお聞かせください。そしてできれば住所と電話番号も。あら、王子様、ご存知でしょ。だって、は、た、し、マンドラですもの。ほうほっほっほ。いやむしろマンドラちゃんの可愛さにびっくりですよ。ゲゲ。おや、怒ったか。何々薬が効かなかった？そんなことはない。惚れ元に戻っておるじゃないか。どうやら霊夢王子は、気絶すれば人間に、水に浸かればカエルに、そしてなぜか毒蛇の副作用で、卵を食べると蛇に変身する体になったそうです。また奇妙な体質になったものね。蛇は同族には攻撃しないので、蛇に変身してここを突破しましょう。今の私では、人間状態でもこいつらを一匹倒すのが精一杯。気づかれないうちに洞窟に行きましょうか。カエルはジャンプ力が高かったが、蛇は這いずることで狭い場所を通ることができるぞ。アイテムで好きな時に変身できるから使いやすいよね。さらに牙には毒も備わっており、弱い敵をブロックにすることができるぞ。さあようやく着いたわねスプリングヒル。なんかみんなえらいこっちゃ言ってますが、春を告げるベルを鳴らす。無理無理、たとえ春になってもベルは鳴らしませんよ。この前の大地震でぶっ壊れちまってこの有様だ。でも今の村にはベルを直す金がないんです。うーむ、修理代がいるのだな。いくらだ？私が建て替えてやる。そうですね、処刑費込みで100万168クリってとこかな。もうそこは100万でいいでしょ。しかし困ったわね。マンドラに支払ったおかげでそんな大金持っていないわ。そこのあなた、お金の心配ならいりません。はい、また変なキャラが出てくるんですね。おお、これは、エクスキューズミー、どうやらお困りのようですね。私はこの国のゴールド買うため、ジャパンから来ました。ジャパニーズビジネスマン、アルフレド・ジンベイ言います。ジャパン要素ジンベイだけなんですが。ゴールドと引き換えなら、100万168クリ出します。金山の場所を聞くために、戻ってきました城下町。町の中から異様な気配。どうも様子がおかしいぞ。いやいやいや、ゲロリアンに侵攻されてるんですが、強くなった私の力なら、こいつら暗い気散らしてみせるわ。はじめは兵一人に返り討ちにされたのに、意外と成長してたんですね、霊夢王子。町の者たちは宮殿へ連れて行かれてしまいました。何？金山の場所を知ってるやつもか。これはまた宮殿に入る必要。ゲロ。宮殿に向かおうとした霊夢王子、そこに現れたリチャードらしきカエルに猛烈な勢いで詰められます。このカエル、突っ張りが強すぎる。いきなりなんだ。ひどいじゃないかリチャード。聞きたいのはこっちだ。霊夢王子、春を告げるベルも鳴っていないというのに、どうして君だけが人間の姿に戻れるんだ。実はマンドラから元に戻る薬を買ったんだよ。え、ベルは壊れていて春が来てもなりそうもない。その上修理するのに必要なお金を薬のために使った。君ってやつは自分だけ人間に。そうか、読めたぞ。君は自分だけで姫を助け出し、彼女を独り占めにする気だな。見損なったぞ霊夢王子。いや最初に抜け駆けしたのおめえだよ。見損ないましたぞ霊夢王子。
見損ないましたぞ霊夢王子。いや一人一人言ってくるんかい。ベルを鳴らすために四苦八苦しているところに、思わぬ誹謗を浴びた霊夢王子。そこに新たなカエルが話しかけます。そのアイパッチは、ああ。お前は泥棒のジェム。かつてこの町で王子を罠にはめ、さらにババロアさんで井戸に逃げ込んだ、あの泥棒のジェムとまさかカエル姿で再会するとはな。どうやらジェムは義賊のようで、普段はゲロニアンからだけ盗んでいるようだ。いやむっちゃ私から逃げましたよね。よっぽど霊夢王子の顔が怖かったんでしょう。おい、町の人々を助けに行く霊夢王子に、小さな岩なら動かすことができるリストバンドをくれたぞ。さあ宮殿に囚われた町の人を探そう。まさか敵の拠点に何度も通うことになるとは、リストバンドのおかげで行動範囲がかなり広くなったな。ここはブロックを足場にする謎解きのような仕掛けか。いやそれより宮殿にマグマがあることにびっくりだよ。ここはもともとティラミス姫の宮殿だよね。ほら侵入者撃退用の罠とかじゃ。むっちゃトゲトゲしいんだけど、エクレア宮殿という可愛い名前はどうしたの。ここもまたブロックを落として足場にすればいいの。はい届きません。ただブロックを落とすだけのアクションだが、ちゃんとパズル要素も含まれている。正解は半分だけ押して引っ掛けるでしたね。いやいやいや、どこかで見たことがある日の玉。ここはどこぞのクッパ城ですか。ちなみにマグマに落ちたら一発で街からやり直しです。そこだけは非常にシビアなんですね。エクレア宮殿には小さな通路があり、蛇の姿の時だけ通り抜けられるぞ。はいお宝発見。いやちょっと待て、銀の剣の倉庫、泥棒よけの罠あります。いや罠なら教えたらダメ。はい引っかかったー。どうやら宝箱型のモンスターが配置されているようだな。銀の剣が入った本物は一つ、その他の宝箱はおそらく全てトラップだろう。いや最後まで当たらなかったんだけど、霊夢王子の日頃の行いが出てしまったな。さあ銀の剣さえあれば、このいかつい門番も倒せるはずよ。ゲロリアンの兵士は4段階、この3段階目になると強さも相当なものになっているぞ。はいギリギリの勝利。ピカローの番人を倒したことで、奴が持っていたハートの鍵を手に入れたな。皆の者、もう安心だぞ。ところでお前たちの中に、金山の場所を知っている者がいるはずだが。金山の場所は風林火山のてっぺん。そこに行くには氷河地帯を突破しないといけないぞ。いやでかい岩で通れないんだけど。はい積んだー。まさか出だしでくじかれるとはな。リストバンドの力でも無理そうね。おお、そのリストバンドをちょっと見せてください。ふむふむ、これは、株式会社南天堂の製品です。あの配管工ゲームで有名な南天堂ですか。ではあの大岩を動かせるようになれるのか。どこだ、その会社はどこにあるのだ。京都のあたりじゃないかな。大岩を動かす道具を求めて、霊夢王子は黒砂糖を目指します。むっちゃ近くにある島なのね。娯楽の殿堂、株式会社南天堂。さすが霊夢王子、初めて来る会社の社食に突入ですね。本日のメニューはスードン、カレーライス、握り寿司。ちょっとメニューにランクつけすぎじゃない南天堂。せっかく海が近いことだし、ここは握り寿司を頼んでみましょう。南天堂の社食は寿司まで握ってくれるの。お、あんたも寿司か。気が合うのう。ところであんた、この寿司どう思う？え、普通に美味しいですけど。なんと味のわからぬやつめ。わさびじゃ、わさびが入っとらんのじゃよ。サビ抜きだって美味しい寿司あるじゃない。卵とか。まあ卵焼きのお寿司も美味しいですけど。実はこのビルの北に小さなジャングルがある。そのジャングルの奥にわさび畑があるんじゃが、ゲロニアンとかいう兵士たちがそこを独り占めしちまったんじゃ。もしわさびを取ってきてくれれば何でも欲しいものあげちゃう。なんで最後可愛く言ったのよおっさん。どうやらわさびを取ってこれば、大岩を動かすアイテムももらえそうだな。さあジャングルの場所にたどり着くには、この島のタコと戦い地下の穴を抜けないといけない。こいつらむっちゃお金を落とすわね。地下の穴は島のあちこちに繋がっている。探索してジャングルまでの道を切り開こう。ジャングルはサイドビュー画面なのね。大自然の中にあるこのステージは、エクレア宮殿とはまた違ったモンスターがいるな。いや意外と強いんだけどこのハリネズミ。さあこのジャングルの奥にあるという、わさびを探し出そう。まさかわさびのために命を懸けるとは。化け物の弱点は尻尾、それ以外は硬くてダメだ。いやいやまさかゲロニアン以外にも何かいるというの。パズルギミックも少しずつ難しくなり、ステージの難易度が上がってきたな。ここが終点かしら。また証拠りもなくわさびを取りに来たな。いでよ、ジャイアントムカデちゃん。いやゼルダで登場しそうなモンスターが出てきたんですけど。ジャイアントムカデの体は硬く、霊夢王子の攻撃も弾いてしまう。うまく避けて奴の弱点である尻尾を狙うんだ。弱点さえ狙えばこちらの。いやむっちゃ反撃してくるんですけど。まあ万全の状態でも、ギリギリ倒せる調整になってるからな。
霊夢はオウムカデを倒した。オウムカデはワサビを持っていた。ムカデがワサビ食べるんかい。これを南天堂に持っていけば、大岩を動かすアイテムと交換してくれるはずだ。くぅ、聞く聞く、やっぱり寿司はこうでなくてはの。取れたて新鮮の生ワサビですからね。ゲップ、ああうまかった。ちょっとは客人に配慮しなさいよ。これが約束のアイテム。スペシャルハイパーグローブジェ。いやードラちゃんの道具にスーパー手袋というのがありましてね。こっちはハイパーですよハイパー。それでこの軍手でどうしろと。バカモン、これはより大きな岩を動かせる優れものじゃ。アイテム名軍手なんかい。さあこれでようやく氷河に向かえるわ。まさかこんな大きな岩まで動かせるようになるとは。じゃあ寒い。これじゃあカエルやヘビのままでは死んでしまうぞ。表現が直球すぎるんですけど、この氷河地帯は人間のまま突破するしかないようね。氷のホラー穴を抜けて、目指すは風林火山のてっぺんだ。いやもう洞窟の最初からくじけそうなんですが、呪文を唱えよ。されば道は開かれん。長老。呪文とはなんだ。呪文がわかれば金山への道が開くというのか。ところで長老って、誰？近くの村の長老は、人里離れた小屋に引きこもっているそうだ。いやここではカエルは生きてられないんじゃないんかい。寒さに強いカエルもいるもんだな。変身できない霊夢王子。このままではカエルに話が通じません。困って村に立ち寄ったところ、道具屋の赤ずきんがいなくなったと大騒ぎ。急ぎの旅ではあるけど、困っている人を見過ごせないわ。お化けの木の森とやらを探してみましょう。さあかつては強敵だったお化けの木。しかし今の霊夢王子の敵ではないな。いや成長が感じられる良いゲームね。あ、おじさま。こら、誤解を招くような呼び方をするな。私はおじさまではない、王子様だ。私、お店に帰りたくないの。だって親方がいつも私をいじめるんですもの。店の売り上げが少しでも落ちると、荒縄で縛り上げられて、鞭で100叩き。その上、あんなことやこんなことも。あの親方とんでもない奴だった。そんな悪役非道はとても許しておけないわ。おい親父、貴様この子にひどいことをしているそうだな。な、何をおっしゃいます。手前どもは何も。話はすべてこの子から聞いておるわ。ち、バレちまっちゃ仕方がねえ。いやそれはちょっと予想外だったんだけど、奴はデラーリンのために金を集めていたそうだ。わざわざお店の人に化けて働いてたの。他の町は略奪されていたんだがな。しかし奴は最上級のゲロニアン兵。今の霊夢王子といえども一筋縄では勝てない相手だ。いやどうしてそんな猛者が天人に化けてるのよ。ゲロニアン兵を追い払い、これで赤ずきんをいじめる奴もいなくなったな。ついでにこの店も赤ずきんのものになりました。小屋の前のカエルについて相談してみると、何やら赤ずきんに妙案があるようだ。変身できるように寒くならない道具でもあるのかしら。これ、うちのお店に昔からあった魔法の帽子。かぶるとカエルと話せちゃう。不思議な力があるのよ。バイリンガエルを手に入れた。いやだじゃれかよ。さあ王子この帽子をかぶるんだ。これをかぶればカエルの言葉がわかるのね。はいカエル頭王子の出来上がり。こんなところで遊園地気分。バイリンガエルはちゃんと機能しているようね。さっきのカエルは待っていろと言っていたが。長老、寒いからお茶の一つでもください。昔、この氷河には巨大なマンモスがおったんじゃ。それは乱暴なマンモスで、エスキモーたちは困っておった。そこでわしはマンモスを、氷のホラー穴に封じ込めたんじゃ。今は穴の中で氷漬けになっておるじゃろうが、ホラー穴を通れるようにすれば、マンモスが蘇るやもしれぬ。この年ではもうマンモスを封じ込めることもできん。じゃから呪文を教えることはできんのじゃ。まあまあまあ、おじいちゃんそう固いこと言わず。大丈夫大丈夫、きっと問題ないって。ちょ、このおじいちゃんかまってちゃんか。姫と友人を救うために、金山を探さねばならぬというのか。それではやむを得ぬ。呪文を教えてやってもよい。ただしマンモスが復活したらお主が退治するのじゃぞ。カエルゲコゲコミゲコゲコ合わせてゲコゲコムゲコゲコ。はい、ただの早口言葉ですね。戸田先生の名作レベルEを読みたくなるわ。さあ霊夢王子、今こそ呪文を唱えるんだ。カエルゲコゲコミゲコゲコ合わせてゲコゲコムゲコゲコ。どうやら詠唱は成功したようね。はい、意外と地味な道の出来方。氷の洞窟とはいえ、特に滑ることもなさそうだな。霊夢、滑る床、嫌い。はい、ちょっとドンキー出ちゃってますよ。あ、あれだな。氷漬けのマンモスってのは、氷は溶けてはいないようなので、長老の心配は杞憂だったようだな。さあ、ホラー穴を抜けて、火山の町、風林に到着したわ。はい、思ってたより錆びれてる。ゴールドラッシュが起きている町なら、もっと活気があっても良いと思うが。
金山はゲロニアンに占領されてしまったようね。奴らは何かを探しているのか。我々も金山に向かいましょう。虫に特攻があるか、エルなら、なんとこのジャイアントムカデ君も食べられます。いや、頭から丸かじりですか。ジャングルでもカエルで挑めたら楽だったのにな。カエルはデラーリンの餌になるため、今のところは親切にしてくれるゲロニアン兵。二足歩行のカエルも気にしない。風鈴で売っているツルハシがあれば、柔らかいブロックなら壊すことができるぞ。ちょ、現金が埋蔵されてんのこの金山。ここから先は道がないようだけど、どうやらここからは穴掘りのプロの力がいるらしい。火山の町風鈴にはみんなの掲示板があるので、ここで人員を集めよう。はい、XYZ と、それもフコリの人呼ぶ時のやつ。バイト募集である。そなたも立地になっては見ぬか。簡単な仕事で夢のような高収入を。連絡先、サブレ王国霊夢王島で。これでも勝ってくらいの怪しさですね。町の住人に話を聞くと、旦那の平助がバーで飲んだくれて困っているらしい。意外と小顔な平助くん。まさかこの私に酒をおごらせようなんて。もう完全に酔っ払ってるな。いいわ、酔いざましにお灸を据えてやりましょう。てめえ平助、奥さんに謝ってきなさい。ふふ、ゲロニアン兵すら倒せる私に。いや、ちょっと待って、兵助、痛い痛い。お前ただの町の人じゃないんかい。まさかのギリギリの戦いになったな。これからは心を入れ替えて真面目にならねばいかんぞ。ましてやこのようなところで昼間から酒を飲んでみたり、世の中金が全てだなどと考えたりしてはならん。この私を見よ、巨万の富を持つ王子でありながら、金の力に頼ったことなど一度もなかったぞ。おい、霊夢は自分のことを棚に上げ、平助を改心させた。はい、とても良いお話ですね。霊夢王子様、このポスターの仕事、俺にやらせてください。こう見えても力仕事は得意なんす。どっから見ても得意そうだけどね。お待たせしました。俺たち、火山オールスターズでーす。ララ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 。なるほど、平助はもじった名前だったのね。いや、メンバー一人足んないけどな。平助が連れてきたこのメンバーなら、風林火山の岩も掘り進められそうだな。4人合わせて火山オールスターズです。それはさっき言いました。みんなお金に困ってるんで、早く仕事を始めたいんです。うむ、なんだかよくわからんが、早速働いてもらうとするか。金山で金を掘ってもらいたいのだ。え、あの山の本当に掘るんですか、それってマジ。なんか曰くがありそうなんだけど。王子様、ひょっとしてあの山のことを何もご存知では。リーダーいいじゃないですか。僕たちお金ないと困っちゃうし、バイトしよう。そうだな、そうだよ、そうしよう。うん、むっちゃ気になるんですけど。まあまあまあ、とりあえず金山に向かおう。まるで RPG のようなパーティー移動ね。平助たちは屈強な採掘マン。ゲロリアンの兵なんてタコ殴りにできる。もうあんたらがお姫様助け出しなさいよ。風林火山の硬い岩盤も、火山オールスターズの力をもってすれば一頃だ。奥はまだまだ続いてそうね。王子様、誠に恐縮ですが、一つお願いがあるのですが、仕事を始める前にバイト料を決めときたいんです。なんせ俺たちも生活がかかってるもんで。もっともだ。では一人いくら欲しいのだ。そんじゃ一人50クリずつで、200クリほどいただけたらなぁと。まあ働いてもらってるんだし、そのくらいなら仕方ないわね。成果分の報酬はしっかり払いましょう。まあこの鉱山には1000万クリの金が眠っているというしな。周囲を探索しつつ奥を目指そう。どうです、だいぶ惚れたでしょ。ところで、200クリ持ってきてもらいました。私は霊夢王子、約束はちゃんと守るわ。どうです、だいぶ惚れたでしょ。ちなみに400クリ持ってきてもらいました。ちゃっかり値段上がってるわね。見てください、もうすぐですよ。それはそうと、800クリ持ってきてもらいました。商売上手かよ平助。鉱山の奥にこんな場所があったなんて。これは黄金の剣、スネークキラーである。黄金の剣、金色に輝くとき、邪悪なる蛇の化身滅ぶ。故に最強の剣なり、されど抜くべからず、警告がありますが。まあここまで来たなら抜くしかないでしょ。これがデラーリンの恐れておる秘密だったのか。そうとわかればなおさら抜きたくなる。抜いてしまえ。スポー。はい、あっさり抜けてしまいました。この剣さえあればデラーリンを倒せるのね。何？自信？なんだ？あ、逃げ道が。いや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 、うわ、金だ。ドロドロに溶けた金が出た。やっぱりその剣は金のマグマの蓋だったんすよ。危ない、逃げろー。なんて状況判断の早いバイトたち。こらー、私を置いてどこへ行く。
お前たち、この金山の金がマグマだということを知っていたのか。はい、知ってました。でもお金欲しかったし黙ってました。なんて素直な奴らなの、火山オールスターズ。さあ急いで走ってください、霊夢王子。あのマグマに飲み込まれたらさぞかっこいい金の像になることでしょうね。いや、その前に溶けちゃうでしょうが。シャゲー、シャゲー、記憶にある声が聞こえ、目を覚ます霊夢王子。シャゲー、シャゲー。気がつくとエスキモーの村の南まで流されていました。マグマが湖に流れ込んだせいか、この氷河地帯もすっかり暖かくなったわね。はい、巨大な金塊が出来上がってました。湖に流れ込んだマグマが冷えて固まったのか。しかしここでまた問題が発生。こんな巨大な金をどうやってジンベイのところまで運べばよいのだ。金を見つけた後のことを何も考えてなかったからな。どうしたも何も、村の中でマンモスが大暴れしてるんです。なにマンモス復活知らせを聞いて村に駆けつけてみれば、哀れ無残やめっちゃくちゃ、とんでもないことになってしまったわ。これはひどい。知らぬこととは言いながら、これも私の責任だ。なんとかせねば。おじさま、早くこっちへ。長老様を止めてください。長老様がマンモスを倒すために戦ってるんです。それはちょっと張り切りすぎだろ長老。行くぞマンモス、再び氷の中で眠るがよい。セリフはちょっとかっこいい。うわぁ、まあそうなりますよね。おー霊夢王子、やはり今のわしではダメなようじゃ。あのマンモス相手では、今の霊夢王子といえども正気はない。奴が苦手だという鏡の盾を見つけ出そう。鏡の盾は、マンモスが氷漬けになっていた場所の下にあるのね。急いで鏡の盾を見つけて、エスキモーの町に戻ろう。さあお前を倒す準備は整ったわ。パオパオパオーン。やはり奴の戦闘力は桁違いだ。全く勝てる気がしませんが、奴の弱点という鏡の盾でひるませよう。どうする。いやこっちがどうすればいいか聞きたいんですが。そうかわかったわ。このわさびを使って奴を麻痺させる。はい違ったー。鏡の盾でマンモスをひるませても、その先に打つ手がないな。鏡の盾をもってして、なぜ倒せぬ。おい長老、鏡の盾でもダメだったぞ。それはお主の修行が足らぬのじゃ。はい、痛いところを突かれました。確か南天堂のシュタイン博士が動物をコントロールする機械を開発していたはずだ。ひょっとしたらもう完成しているかもな。黒砂糖に行くついでにワイン研究をしている男に会いに行きましょう。この男は新たなワインの研究をしており、ついに新しいワインを完成させた。その名もワイン一番絞り。とのどごし爽やかなんでしょう。これからはどこのお店でも購入できますよ。そこにあるのはいただけない感じなんですね。おう、霊夢ではないか。見てくれんかこれを。どんな動物でも自由にコントロールできる機械じゃ。保護団体が耳にしたら苦情が殺到しそう。さあマンモスにリベンジするわよ。鏡の盾でひるんだ隙にマンモスコントローラーをセットすればよいのね。おとなしくするのだ。コントローラースイッチオン。どうかしら。マンモスはおとなしくなった。よし、まずは町の外に誘導しましょう。マンモスコントローラーをつけたマンモスは、なんと連れて歩くことができるぞ。マンモスくんのパワーならこの金塊も運べるかしら。ミルフィーユ王国最強生物のマンモスがいれば、ザコモンスターは文字通り一周できるぞ。はい最強。ワンダホー。ハラショー。ベリマッチ。あんたほんとジャパン出身なの？この金塊にはジンベイも満足したようで、春を告げるベルの修理に取り掛かってくれるそうだ。このマンモスも譲ってください。お願いします。このマンモスくんならデラーリンも倒せそうなのにな。まあまあ霊夢王子には、デラーリン用の秘密兵器スネークキラーがあるじゃないですか。アルフレドジンベイさんからお金をいただきました。早速春を告げるベルを修理いたします。これでリチャードたちを元の姿に戻してやれる。だが、リチャード、君は今どこに？南天堂からシュタイン博士の助手が慌ててやってきたな。博士は現在パワードスーツを開発中。完成すればこの Z の笛で呼び出せるようだ。いやなんで Z なのよ。春を告げるベルの修理、タイデラーリン用のスネークキラーとパワードスーツ、ゲロリアンからティラミス姫を助ける準備ができてきたな。あ、それからもう一つ、これは噂なんですが、近々大掛かりなカエルの一斉捕獲があるそうですよ。いかん、リチャードたちが危ない。霊夢はジンベイたちと別れ、一路アラモードへと向かった。そら、歩け歩けカエルども、間もなく春がやってくる。そうすれば我らが王、デラーリン様の復活だ。その時こそ王に、お前たちを食べていただく時なのだ。そんなことさせないわ。あいた。お待ちください、私の娘は、娘のマドレーヌはどこに。
ええー、知らん知らん。話せというにこの町人が、どうやら連行されたカエルたちだけではなく、マドレーヌという娘もいなくなってしまったようだ。以前、町の人を解放した時に、別の場所に監禁されていたのかしら。囚われたカエルたちにマドレーヌ、どうやらもう一度宮殿に忍び込む必要がありそうだ。あ、霊夢王子、みんなが奴らに。ではリチャードも、リチャード王子も捕まったのか。それがリチャード様とは途中ではぐれてしまって。これを持って行ってください。私が命がけでゲロニアン兵から奪い取った鍵です。さあもう何度目になるでしょう。エクレア宮殿。兵士が持ってきたクラブの鍵があれば、新しい道を進めるな。これまでの冒険で手に入れた、ツルハシや軍手があれば、この先のギミックにも対応できるだろう。いやもうエグいトラップだらけなんですけど、エクレア宮殿。果たしてこれはもともとあったものなのか、ゲロニアンが占拠してから作ったものなのか。ミルフィーユ王国が設計したんならドン引きですよ。さあ先を進む霊夢王子を、痛々しいトラップが待ち受ける。もうあちこちがトゲとマグマだらけですね。いやそのトゲ付き鉄球、人力で動かしてるんかい。この兵士を鉄球から解放してあげましょう。はい、なぜかモアイ型の火炎放射。昔のゲームではなぜかモアイはよく使われてましたね。さあまずはカスタード兵たちを解放しましょう。そうはいかんぞ霊夢王子。しまった、囲まれた。それ捕まえろ。よせ。そ、この、う、ゲボ、まだまだ、ボコ、ふえ、う、く、たぜいにぶぜい、む、無念、がく。ここは宮殿の右の塔にある牢屋の中です。あなたは気絶したままでゲロニアンに連れてこられたのです。では、あなたが私を助けてくださったのですね。このセリフ、どこかで。いやでかいでかい。さては貴様、マンドラだな。マンドラ？と、ぼ、け、る、な、同じ顔してぬけぬけと。もはや勘弁ならん、今こそその化けの皮、暴いてくれる。な、何をなさいます。あーれー。いや私の方がぶっ飛ばされるんかい。はいか弱い女の子にバカ力とか言わない。ごめんなさい、でもいきなり襲いかかってくるんですもの。どうやら本物の女の子のようだ。はい、私はマドレーヌ、城下町に住んでいたのですが、ゲロニアンの兵に無理やりここへ連れてこられたのです。テラーリンはテラミス姫が目当てだとばかり思ってました。なのに私をテラーリンの花嫁として差し出すというのです。よくわからんが、とにかくそのようなことは許せん。なんとかしてここから逃げ出さねば。はい、良いところに泥棒のジャムが来ましたよ。しかしアイテムは取られてしまっている。バイリンガエルなしでは会話は難しいだろう。ゲロ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 。あれ、私の言葉がわかるみたいね。さすが霊夢王子、もはや人間というよりカエルですね。褒められている気がしない。カスタード兵はジャムに任せて、我々も脱出しましょう。ここまでの冒険で成長した私には、もはやこの程度の雑魚には武器なんて不要よ。ミルフィーユ王国に来た時に比べ、見違えるほど成長したな。さあそこをどきなさい。邪魔をすると怪我をするわよ。いやちょっとたんまたんま、こいつにはダメージが与えられないんですけど。はい、調子に乗るところは成長していない。さあこれでアイテムを取り返したわ。武器さえあればあんな奴に負けないんだから。とにもかくにも今はマドレーヌちゃんを町に送り届けることが先決だ。ワープドアがあれば入り口まですぐなんだけど、なぜか宝箱に入っていなかったのよね。さああの時の恨みをぶつけてやるわ。はい、むっちゃ強い。あれ、この兵士がワープドアをくすねていたみたいね。さあマドレーヌちゃんは無事に町に送り届けたわ。リチャードやカスタード兵の方はどうなっているのかしら。やい霊夢王子、娘を返せ。テラミス姫の身代わりの娘を差し出さねば我々がテラーリン様にお仕置きされてしまうのだ。なに、テラミス姫の身代わりだと。では、姫はまだ捕まってはおらぬのか。うるさい、皆の者かかれい。大事な情報ありがとうゲロニアン兵。なるほどな、奴らはマドレーヌちゃんを姫と偽ってテラーリンに捧げるつもりだったのか。いやそれはさすがにバレるでしょ。しかも最後の鍵まで届けてくれました。ついにテラーリンとの対決の時がやってきたのだ。さあ再び宮殿に向かおう。テラーリンの部屋は宮殿のてっぺんにあるはずだ。もうこんな雑魚は戦うまでもないわ。いよいよラストバトルだが、ライフを一つ取り忘れてますね。これ大丈夫なのかしら。まあなんて巨大ないびきでしょう。これがテラーリンのものなら、奴は相当の巨体に。いやただいびきがでかい蛇なんかい。え、まさかあいつが？あのただの蛇がテラーリンなのか。だーれじゃあ、わしの眠りを妨げる奴は。こら、ちび蛇。たかが蛇の分際で王子に対して生意気だぞ。ぐお、な、何をする。このわしを侮辱するか。己霊夢、許さんぞ。生意気言うなと言っておろう。このちび蛇が、いてて、く、くせ
偽物じゃ、出会え。無駄無駄、誰も来ぬわ。いやもうどっちが悪人かわからない。ふふ、私は最後まで油断しないわ。ボカボカボカ。さすが霊夢王子容赦ない。なるほど、最後の大ボスが強いとは限らんわけだ。さて、どうしてくれよう。ズバ、ズバ、ズバ。やめろというに。なんだか弱い者いじめをやってるような気がするのを、これだけ懲らしめたのでもう許しましょうか。弱い者いじめは私の主義ではない。黙って自分の国に帰るなら許してやるぞ。バカ者め、スネークキラーがあれば、わしを倒せると思うたか。誠の力を持たぬスネークキラーなど、恐るるに足らぬ。グフフフフ、ここで死ぬのは、貴様の方だ。へ？いや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 、変身するとか反則でしょ。やはり世の中は甘くなかった。デラーリンは変身した。ついにここまで来たか。もはや後戻りはできぬ。さあ真の姿を現したデラーリンに立ち向かう霊夢王子。いやそれはさすがに一方的すぎるでしょ。すがすがしいくらい相手になってませんね。強い、強すぎる。スネークキラーが通じぬ。これではとても倒せん。こうなったら仕方ない。あの天下の南天堂さんの力を借りるわ。お待たせいたしました。いやそいつ空を飛べちゃうんかい。これが新型パワードスーツ、東京コミックショー Z じゃ。ちょっと待て、全く元ネタが隠れていない。まあとってもいい名前なのは間違いない。それで本当に戦えるのかしら。任しておけ、わしがデラーリンを倒しちゃる。さあいきなり始まってしまいました。ゲロリアンのボス、巨大蛇のデラーリン対、南天堂の技術の結晶、東京コミックショー Z。もう何の戦いなのかわからない。ふふ、いよいよあれを使う時がやってきたようじゃの。とどめじゃあ、ファイナルキャラクティカアタック。あれ？おい？いや見事に返り討ちに遭いましたね。まさか奴があんな素早い動きをするとは。どうやらパワードスーツは壊れたようだ。しかしデラーリンのライフも減っている。今の奴なら霊夢王子でも倒せるはずだ。回復装置で援護してくれるのね。そうれ、東京コミックショー Z、レッドスネーク、カモーン。どんだけそのネタをしてくんの。さあなぜかこちらのライフが全開したわ。しかもデラーリンは踊り出して、体の自由がつかないようだ。ラストバトルに来てよくわからん展開に。とにもかくにも今がチャンスなのね。この隙にデラーリンにとどめを刺しましょう。いやちょっと待て、東京コミックショー Z の様子が。いやいやいや、何さらしてくれてんの。どうやらこの踊りはデラーリンも回復するようだ。はいどんどんグダグダ展開になってきましたよ。スーツは壊れて止まらないようだ。お願い誰かこの茶番を止めて。はははは。はカスタード国王子リチャード、ただいま参上。なんだこのポンコツ。どけどけどけ。霊夢王子、間に合ってよかった。助けに来たぞ。リチャード、来てくれたのか。しかし、なぜカエルのままでここへ来た。ベルが鳴れば元に戻れるのに。このリチャード、たとえ姿はカエルになっていようとも、剣の腕は君より上だ。ここは我々に任せてもらおう。さあ皆の者で会え。いやいやいや、あんたら剣を持つどころか四足歩行じゃない。ゲコゲコじゃありません。やめろ、みんな、無茶はよせ。ペロリ、ごっくん、カエルの兵士は飲み込まれた。ペロリ、ごっくん、カエルの兵士は飲み込まれた。あれだけいた兵もすべて消え、追い詰められた霊夢王子とリチャード王子。残るは我々二人、もはやこれまで、霊夢王子、あとは頼む。やめろリチャード、カエルのままでは無駄死にだ。ここは私が戦う、君は逃げるんだ。君こそ僕に構わず逃げろ、そこをどくんだ霊夢。これは、まさしく春を告げるベルの音。ベルの力により、リチャードも人間の姿に戻れたようだ。あ、カスタード兵の皆さん無事だったのね。丸飲みされたのが幸いだったようだな。さすがのデラーリンも、体内からの攻撃には耐えられないようだ。飲み込んだ兵士たちを吐き出していくわ。あの子たちはどこまで飛ばされるのか。よくも我が兵士たちを。やはり人間になったリチャードは強いわね。いや突然そんな魔法みたいな技使わなくても。ふ、どうやら僕たちにも最後の時がやってきたようだ。霊夢、君の力になれなかった僕を許してくれたまえ。何を言うんだリチャード、私の方こそ。二人ともここで死ぬがよい。じゃあどこからか飛んできた剣がデラーリンの目を直撃した。いや両目に突き刺さったんかい。おう、間に合ったようですな霊夢王子。ジンベイ？アルフレドジンベイではないか。お前片言の日本語はどうしたのよ。それより今はデラーリンを倒すのが先です。見てください、今の一撃で奴のバリアに隙間ができました。ダメージを与えるにはあそこを狙うしかありません。その黄金色に輝くスネークキラーで。はい、モノクロですがきっと輝いてます。スネークキラーが金色に輝いておる。
戦え霊夢、テラーリンにその力を見せてやれ。霊夢王子はスネークキラーを構えた。はい、最後はなんとタイミングゲー。バリアの隙間にタイミングを合わせて突撃よ。グッグワー。グッグワー。グッグワー。はい、なんか一方的で申し訳ない。グッグワー。テラーリンのライフを削り切り、いよいよ決着の時だ。わしは、死なん。まだあがくのね、テラーリン。もう十分すぎるほど引っ張ったと思いますよ。霊夢、とどめを刺すんだ。今の君ならそれができるはずだ。早くとどめを。いつの間にかアルフレド・ジンベイが最終パーティーに入ってる。さあこれが最後の一撃よ。テラーリン撃破。姫を、デラミス姫を。わしの、妃に、するまでは。そして、この国の、王と、なり。悪の王国、を。気づく。グフ。やったな霊夢王子。やりましたな霊夢王子様。さあお二人ともこちらへ。お前はマンドラ。ほっほっほ、見事じゃ。二人ともさすがじゃわい。黙れマンドラ、お前のせいで偉い目にあったぞ。まだお気づきにならないのですね。ようやく出てきたわねお姫様。今さっきホッホッホとか言ってたお姫様ですね。私はティラミス・ド・ミルフィーユ、ミルフィーユ王国の王女です。度重なるご無礼をどうかお許しください。ポルナレフ、そなたはこれ。私はミルフィーユ親衛隊長、ポルナレフ大佐であります。アルフレド・ジンベイが、あのハゲワシのポルナレフ。そうです、この国が攻め込まれた時、私を助け出してくれたのが、隊長のポルナレフでした。これまでのことはすべて彼の考えた作戦だったのです。回りくどい作戦を立てたなポルナレフ。姫の聖なる力で魔女とハゲワシに変身し、勇者が来るのを待っていたのか、さらにカエルに姿を変えたのは、ゲロリアン兵から我々を守るためだったそうだ。私を人間の姿に戻したのは、ベルの修理台とスネークキラーを見つけさせるためだったのね。ちょっと待てポルナレフ、つまり銀界の大金は私が出した薬代じゃねえか。ポルナレフのやつ、金塊分丸々儲けてないか。霊夢、ポルナレフ殿から全て教えてもらったよ。君が僕らのためにベルを直そうとしてくれたことをね。君のことを疑った僕を、どうか、許してくれ。リチャード。お二人をこのような危険な目に合わせた私をお許しください。作戦を考えたポルナレフ君、何か言うことはあるんじゃないですか。ポルナレフは全て計画通りでご満悦だ。私からもお礼を申し上げたい。そしてここで、あなた方お二人に、ぜひお願いしたいことがあるのです。お二人のおかげで悪は滅び、この国は平和になりました。しかし、いつ再びこのような敵に襲われるかもしれません。それを未然に防ぐには、あなた方のような強く勇敢な、国王が必要なのです。いやまずあんたが国防に励みなさいよ、親衛隊長。これには姫もびっくりだな。いいえ、姫、このことは姫が一番よくご承知のはず。霊夢様、リチャード様、この意味はお分かりですね。なるほど、実は私もこの霊夢も、ティラミス姫を我が妻にと、常々考えておりました。かくなる上はどちらが姫の夫にふさわしいか、決闘で勝負をつけたいと思います。いやいやリチャード、仲良く大団円でいいじゃないの。この国で急激な成長を見せた霊夢王子、しかしリチャードの腕前も相当なものだ。これはどちらが勝つかわからないな。テラーリンを倒しすべて丸く収まったと思ったのもつかの間、意外な展開になった二人、霊夢はリチャードに勝てるのか。大勢の観衆が見守る、ここ闘技場から、霊夢王子 VS リチャード王子の模様をお伝えいたします。現在掛け率は6対4でリチャード王子がややリード。この大事な戦いを賭けにしてんのあんたら。では、このポルナレフが審判を務めさせていただきます。勝負はどちらかが倒れるまで、よろしいか。ではお二人とも張り切ってどうぞ。君は僕には勝てない、そういう定めなのさ。何を言う、もはや私は昔の私にあらず、行くぞ。さあ始まりました。ラストバトルの相手はなんとリチャード王子。しかし霊夢王子はこの戦いで大きく成長した。かつては全く歯が立たなかったリチャード相手に、かなり良い戦いをしているな。私も強くなったはずなのに、やっぱりやるわねリチャード。ここは勝負をかけるしかないようね。リチャード、覚悟を。
おーおーっと、剣が宙を舞っている。さあ勝利の女神はどちらの王子に微笑んだのか。おーおーっと、ひざまずいたのは霊夢王子だ。やはりリチャード王子には勝てない定めだったのか。そこまで、見事な戦いでした。しかし、ボルナレフ殿、それ以上、おっしゃられますな。私、リチャードの負けです。霊夢王子、なぜ君が僕に勝てないかわかるかい？それは僕を傷つけまいとする、君の優しさだ。いつもその優しさが、君のリズムを狂わせていた。君は優しい、だが覚えておきたまえ。時には守るべきもののために、優しさを捨てる勇気も、この国の国王には必要なのだ、ということを。そう、君はもう君だけの体ではないのだから。ちょっとキザだったかな。リチャードお前最高だよ。二人の王子は幼馴染で永遠のライバル。同い年でルックス、スタイル、おつむの程度もほとんど同じ。だからこそリチャードは霊夢王子のことを、誰よりも理解し心配しているんだな。かっこいい、やっぱ俺たちの王子様だ。これが男ってもんだよな。俺たち、どこまでもリチャード様についていくぜ。リチャード様、泣いてるんですか？さあ私の国の進化は、最後まで登場しなかったという事実に蓋をして、リチャードを見送りに行きましょう。待ってくれリチャード。リチャード、ありがとう。君はかけがえのない友人だ。それは僕だって同じさ。幸せになれ霊夢王子。では姫、失礼いたします。さて、ゲームボーイの名作、カエルのために金はなるをプレイしたがどうだった？ほんとよくできた作品だったね。システムもよくできていて、今の時代でも楽しめるクオリティだったわ。テキストも砕けてて面白く、道徳的な部分と現実的な部分がうまく書かれていて、ぜひ子供にはプレイしてほしいタイトルだな。ただパロディネタだけは時代についていけない。もう四半世紀経ったら、マジで元ネタがわからなくなりそうだな。さて、スタックロール後にちょっとテキストがありますが、一旦ここで締めましょう。ご視聴ありがとうございます。本日はこのあたりで、またレトロゲームでお会いしましょう。またなぁ。ボルナレフ殿、つかぬことを伺うが、ティラミス姫がマンドラに変身しておられたのだな。よもやその反対、ではあるまいな。はは。
ははははははは。何かと思えばそのような、霊夢王子様、そのようなことはどちらでも、同じ。ではありませんか。いや、マンドラちゃんもいいと思いますけどね。はい、ずっと See you again を待ってますよ。チャンネル登録、評価、コメントをいただけると嬉しいです。よろしくな。